切り替えトールは、日本の実業家。1974年フェラーリ社の販売、整備、パーツを取り扱う、株式会社レーシングサービスデーの設立。同社代表取締役社長。高校生から始めた空手道では、20代の時、土浦市にて、道場長として、文下生の指導に励む。現在でも続けていて、日々鍛錬している。会社名の由来は、 当時所有していた愛車 D の 246GT と同じ。その当時、外国車販売店が少ない時代に日本初のフェラーリ専門店でもある。D の 246GT から数車種を経て 365GT、4ベルリネッタボクサーを40年乗り続けている。また2003年にフェラーリモディファイパーツ。 RSD ブランドを立ち上げ、F355 ベルリネッタ、360モデナ、チャレンジストラーダレ、F430、430スクーダリアのパーツを製作し、現在に至る。日本で初めてフェラーリオーナーだけをメンバーとするオーナーズクラブ、フェラーリクラブジャパンを1982年に設立し、30年間初代会長を務めた。会長を退いた後は、 スーパーカーブームの頃から所有し続けている 365GT4 ベルリネッタボクサーへの愛情から BBO オーナーだけのブブクラブを2007年に立ち上げる。1995年から日本でも始まったフェラーリの輸入代理店のコーンズが主催したチャレンジレースに出場。レースマシンの348チャレンジ、F355 チャレンジ、360チャレンジと乗り継ぎ、 2001年まで出場し、1999年から3年連続チャレンジでシリーズチャンピオンを獲得。つくばサーキット P、FR クラスのコースレコードを持ち、現在でもサーキット走行を続けている。また、漫画、サーキットの狼の登場人物のモデルにされるなど、日本の自動車関連業界で知名度がある。スーパーカーブーム真っただ中の1977年には、 テレビ朝日系列の特撮番組、ジャッカー電撃隊で、スーパーカーを取り上げた第7.14話に、本人役で、ゲスト出演した。その他、同じ頃、東京12チャンネルで放送された、スーパーカーを主題とした、クイズ番組、対決。スーパーカークイズにもゲスト出演し、後に、テレビ東京の特番、テレビ東京52年分の映像を大放出。 もやもや映像廃棄センターこんな VTR 新社屋に持っていけませんで VTR が残ってないことが判明し切り替えがテレビ東京に映像を提供して放送された1990年に発売されたビデオ 320km 激走フェラーリ F40 の中で常磐自動車道をフェラーリ F40 で推定時速 300km 以上の速度で走行したが 後日そのビデオが物証となって警察に逮捕されてしまったことがある。切り替えによれば、もともとは、いわゆる、ヤ田部でのテスト走行をビデオに収録する予定だったが、同コースでは時速2 8 0トル程度の速度しか出ず、これでは商品にならないとして、常磐道でアタックすることになったという。物証がビデオだけのため、警察の取り調べに対し容疑を否認すれば、 有罪にならなかった可能性もあったが、切り替えは、速度超過したのは事実として素直に容疑を認めた。フェラーリを診断する、世界最速の車の魅力1985年12月発刊13ページ、随ば木の一流店大図鑑2013、2014、2015、フェラーリクラブジャパンについて、フェラーリクラブジャパン公式サイト究極の、フェラーリスーパー DVD ブックをギアハギの、 愛車編歴機能カー、ノーライフ、11池沢早都 BS ヒテレ、もやもや映像廃棄センター、こんな VTR 新社屋に持っていけません、の番組概要ページ、グーテレビ番組、グー、2016年5月3日閲覧、ABC 過去最高速度超過で、逮捕、235キロ暴走難に、伝説の最速王が、ダメ出し、 東京スポーツ2018年3月2日ありがとうございます。